ったことがあったのでメールしました。アニメでは笹山は鴻上に対して鴻上と呼んでいたんですけれども、うん、ギノ座に対してはギノ先生でした。なんで呼び捨てと先生なんでしょうか。笹山にとってギノ座は何かを教えてくれるから先生呼びなんでしょうか。または一線を引きたがるギノ座に配慮し、あえて階級がはっきり違うことを示す先生呼び、私はただ単にからかって呼んでいるだけな気もと気になっています。先生呼びの理由を知りたいですということで、まあなんか浅沼くんに聞くのも他と違いかなと思いますけども確かに。どう思ってます？そう言う通りですよ。あの、うん、からかってるんじゃないかなと。ああ吹き出しながら喋ってるじゃないですか。うん、そうだよね。あの僕も結構言われたりするんですけど、うん、浅沼先生よろしくお願いしますよみたいな。ある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 。ちょっとなんかイラっとくる感じの。そうそうそう。あのなんかわざといつもそんな風に呼んでないくせに。うん、先生とか、はいはいはい、ちょっと社長わかる。社長と同じレベルなんだ。そうそうそう、社長と先生同じレベル。そうだね。そう、だから完全にこれギノザさん何をしたしでかしたかわかんないんですけど笹山から下に見られているなんかミスしたのとかをフォローしてもらったりとかちょいちょいしてたんじゃない、意外と裏で。ああ実は実は、あ実はなんかさっきもねオロロロって吐いてましたからねそう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 、よくね吐かれてたんでしょうね。その処理をしてもらったし、ね、頼むよっていうようななんか感じでノリが入ってんだよね。ギノ先生覚えてない、そんな覚えはないさっきから先生ってなんだっつってありそうありそう、はい、じゃあこういう感じだと思います。あじゃあもう一つ潜在ハンネーム